皆さんおはようございます。金森パパです。今は朝の5時なんですよ。はい、最近寒すぎてですね、もう耐えられなくて、もうこう1ヶ月ぐらいもうずっともう風邪治らなくて、もう暖かいところ行きたいんですね。今日は飛行機に乗って海外に行きます。羽ちゃん、舞ちゃんもまだ言ってないんですよ。あと1時間ぐらいもう出かけなくならないんですね。はい、これから呼びに行って30分いきなりパッキングさせたいと思います。皆さん暖かい国に行ってリフレッシュしたいと思います。この動画ぜひ最後まで見てね。本当に朝苦手なんだよ。はあ、今羽ちゃん呼びに行きます。絶対もうぐっすり寝てるだろ。入ります。あれ、羽ちゃん、羽ちゃん、起きて。ちょっと、リフレッシュ行こうよ、リフレッシュ。ん？ん？ゲーム、ゲーム遊べないな。早く。はい、もう30分しかないから早く。で、今5時、5時10分ぐらいです。マジ？うん。絶対起きないと思うけどな。ここマリちゃんの部屋です。マリー、マリー、入るよ。マリー、マリー、ん？マリー、え？あれ？あ、いた。マリー、マリー、マリー、もうちょっと、もう飛行機乗るよ。え、なんで？え、もうちょっと、ちょっとグアムに行きます。え、いつ？え、今プールあるよ、プールあるよ。海外、海外。はい、30分パッキング。荷物まだ高いつけてないの？うん、ちょっともう言い忘れたから。みんな最近体調不良じゃん。日本寒すぎて、もうちょっとか暖かいところ行こう。もう6回目、まあまあまあ6回目ぐらいかもしれない。はい、30分ね。おはよう。おはよう。眠くない？大丈夫？マリちゃん偉いな。ハネちゃん、ハネちゃん見に行って。ハネちゃんまだね、起きないんだよ。ハネ、うん、起きなさい。起きなさい。眩しくなりますよ。眩しくなりますよ。ハネ、起きて。お家に加えたサザエさん、おおかきゃし、はしが、やらぬ、つ、つ、おきろ、ちょ、おきろ、ちょ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 、いつもやってくれてるもんね。あとさ、なんか空港でさ、なんかめっちゃスタッフさんでさ、急いで急いでとか言われるね。じゃあね、今からパッキングしていこうと思うが、外は寒いので布団のまま移動します。おやすみ、シャケくん。あ、こいつの名前は？シャケシャケ。シャピク？シャケシャケ。シャピク。シャピク？シャピクがいい。5時、めっちゃ暗い、めっちゃ暗い。あ、ごめん、カメラふんぶん回した。寝起きです。いや、寝起きやしの、あ、痛い痛い。待って、下から見て。私のスリッパどこ行った？2階に行きましょう。旅行ケースが2階にあるそうです。ママさん情報、一緒に行くわよ。何ですか？今日くん、101匹のワンちゃんです。ワンちゃんだそうです。あ、ごめんみたいなこと。あ、よかった。マリ、ハネと同じ平行平行。いやー、平行平行。今から階段を降ります。今から降りていく。2階です。赤ピクミンは、はい、ものすごいピクミン。これ投げる。うーはは、最悪。見てください、皆さん。最悪。すげえな。さあ、服を探しなさい。行きますよ。適当にね。まず、あ、これ。へへー。おー。ブンブンブン8月。ガチかよ。
プリキュア。どうしようかな、次。これも持ってくか。盾。で、次は、どうしよう、何どこに行くの？グアム。グアムね。と、グアムの天気。25度らしい。あったかいじゃん。暑いね。暑い。最高気温28だって。え、どうする？半袖と長袖どっちも持ってくいちよ。いや、半袖でしょ。20度以上はもう、日本でいう春ですから。俺でも着るか。あ、長袖。私ね、長袖を見つけようとすると半袖がいっぱい出てくるの。半袖をいっぱい見つけようとすると長袖が出てくるの。これかわいい。これでいいじゃん。マリ、これどう？私のだ。ん？ハネのもあるよ。ほら。パパさっきさ、プールあるって言わなかった？プール。だから水着必要なんだよ。プール？そう。プール？あ。プール？うん。プール。じゃあ水着探しに行こう。今年一回もプールに入ってません。まだ1月だから。まあちょっと寒いもんね。日本ではね。最近。わざとだと思うじゃないですか。本当なんですよ。さあ、まや。ここら辺の段ボールの中に入ってることは事実なんですよ。ここかもしれないですね。見て。それか、ここら辺かもしれない。また段ボール一つずつ見ていかないと。掃除しますよ。見てください。いけ、ない、あ、ある。ダイビング用のスーツでございます。モルディブのものがまだ入っております。こんな感じ。あったよ。マリが言うから。皆さん終わりました。水着で足りないのが陸でも履けるズボンですね。あとお面、呼吸できるやつですね。それがないんですよ。なので、まあ、シュノーケリングとかできなくてね。あとね、まあ、まずね、うん、一番の問題点、旅行ケースがない。うん、もうすごいよ、本当にやばいね。で、なんか本当にどっかに行っちゃったね。ここに、ね、なんか荷物入れしとくね。まあまずはね、旅行ケースを見つけましょう。まあ多分1階とかにあると思うのでね、最初見に行きましょう。で、マリワンダも手伝ってくれませんでしたと決まったでしょう。ガレージです。あ、暗い。なくね、ガレージ。どこだろう。あ、あった。マリのシナモンロールだけ。ちゃんとかどこ行った？前に使ったのいつ？はい、あ、これ持ってく？もうこれ使ってく。あ、あったじゃん。あ、この2つで3泊足りんじゃない？いや、足りないわ。物が甘いから。せめてあとでかいやつ1個欲しい。本当に危ね。ママの寝室、こっちじゃない、こっち。あ、ない、オッケー。なんかあった。はい、準備できました。まず旅行ケースはですね、この愛用しているやつですね。ハローキティです。シナモンロールです。傷がついてる。もう痛い痛い。かわいい。じゃあ荷物をね、詰めていきましょう。荷物はですね、こんな感じです。はい、さあ、まあ、今回の服はですね、季節外れの冬に買ったなんかセール中のものとか。違うね。まあそんな感じのものがいっぱい入っております。じゃあ服から紹介していきましょう。やあ、まず1着目。なんだこれ。なんだこれ。なにこれ。絶対私は着ないよ。あ、裏面を見せる。やだ。まだこっちの方がマシだ。一生着ないかって。あ、中にシャツは入って。このまま着る。最悪。ママも可愛いじゃないですかね。やだよ、やだ、いず、すごい派手なデザインのことで。いやです。私も着ない可能性が高い。よし、着ちゃう。こんな感じ。おー、 This girl is so 目立ってる。はい、じゃあ次、シャツ。これと、これ合わせて最高に可愛い。そうか。シャツでーす。まあ現地でね、まあ、ダンス踊るそうなんでね、そういう服も入っております。え、可愛い。めっちゃ可愛い。これと、これとこれで最高ですね。うん。あ、この2つ。そうそう、可愛いんだ。え、めっちゃ可愛い。めっち
わいい。私細いから入っちゃう。どこのブランド？あ、ピンクハットでした。かわいい。次、よいしょ。今回荷物少ないですね。3泊4日なんで。あ、かわいい。ピンクやった。え、青じゃん。いや、ピンクです。私、まあ、海行くっていうことでね、海カラーです。かわいい。このフリフリが海に似てる。やっぱり夏と言ったらピンクだよね。お、うん、これはアウターグルでも可愛い。めっちゃ可愛い。スケスケじゃん。これとこれとこれで組み合わせこれなんだよ。これでこれでめっちゃ可愛い。バイバイ。バイ。いろんな組み合わせができる。可愛い。え、なんで色反対なの？だい。まっすぐ。私のサイズだよ。なんで色反対で買ってんの？ピンクは嫌いじゃん。青は嫌いじゃん。え？うわ、なにこれ。喉が死ぬ。こちらブラウスです。これとですね、合わせたらとっても可愛いということで、あとこれも合わせたら可愛いじゃん。めっちゃ可愛いじゃん。で、次、早くしろな、早くしろな、まだあんの、まだあんの、初めて知ります。この T シャツ、これですか？あ、ナップさんです。カットで。はい。まあね、畳むのがめんどくさいということで、まあ私は適当に置いてるだけ。はい、次。じゃん。逆だよキャー。まあ可愛いですね、こちらも。こちらも可愛いね。すごい可愛いですね。今のシャツとこれを合わせる最高にキャワッツ。これ前スカートで後ろズボンだ、これ。はい。いや、すごい可愛い。すごいね。あ、やめて、カット。次、バービー。So cute! バービー、バービー、バービー、バービー。バービー、I love you! 派手ですね、随分と。バービーを一生愛しますか？このピンクは可愛い。はい、誓います。はい、これ誰ですか？ダックとバニーです。あ、オッケー。ダックとバニー、なんか可愛くない？ダックとバニー、これ破けて後ろから飛び出てるじゃん。ダックとバニーで、こいつの声がもろいんだよ。僕ね、ほら、やるぞか、やるぞ。めっちゃ似てる。トイストーリー4見てみ。マリアのテクスで食べるモノマネシリーズ。モノマネシリーズ第何弾。よし、捕まえとく。おい、ダック、やめろよ。あ、似てない。バニーが似てる。なんでよ、バニー。おりゃ、ギルド、ギルド、ドラカメンだよ。あ、めっちゃ似てる。次、このズバ、かわいいですね。こちらのスーツもすぐ乾く素材となっていて、で、防水性じゃない、これ。水が弾くということだ。いや、でも長ズボンは厚そうじゃない？折ればいいんだよ。折るのか。オルソックだろ。それ、アルソック。あ、そっか。海と水がプールに行くということです。でも、今回は、プールをテーマで行きます。モルデビの動画で、海に入りすぎて。4日間連続でシュノーケリング行きましたからね。てか、行きすぎると楽しくないんだよ。あ、魚だ。魚見すぎ。昨日も見たら、あ、イルカだ。昨日も見たら、ゴムだけが、あ、イルカ、あ、イルカ。次の日、あ、イルカ、イルカかわいい。次の日、あ、イルカ、イルカ。そしてピクチャ、ピクチャ。次の日、あ、イルカかわいいね。いつでもイルカを見てもかわいい。3日4日連続で見たそうです、バリさんは。まずは中、中セクシーですね。でも水着ね、まあ、ママが適当に買ってくるんでね。はい、はい、次、ケロウエル。ケロウエルの派手な、やっぱり紫外線はね、はい、うちら敵なんで。もう私これ嫌いなんだよね。砂が入ってて、わかる。海で座ったらもう終わりだよ。そうだよ、そう言ったらここら辺からね、中にずっと砂入って。おって、オルソックだよ。アルソックだって。行きます。これ、あ、UV カット。羽がさっき探してたやつだ。これ可愛いんだよね。これ最近買ったやつ。これめっちゃ可愛いんだよ。まあ、これ可愛いんだよ。次、これ防水ズボン。これなんだろう、ズボン、ま、喋るから。これ海に入ってもまあまあまあすぐで乾くということで、だから白ゲレでこれ入って、あー上がったー、うー寒いなーってなってもこれが守ってくれる。あれ可愛いかな、すごい。ユニクロスカート、いいよー、いいよー。上のかわちいやつ、水着、水着。なんでもう投げるよ、投げるよ、投げるよ。本当に投げる。あるぞ。なんでギラギラサンダルも、いや、かわいい。
それは何？多分下着。下着でーす。かわいい。かわいい。素敵。マリの水着だった。そうだよ。こちら、ミッキー。下着まで入れてなー。全部入れる。全部入れるか。ちょっと煮詰めたいので、ね。これには何を入れるんですか？これ絶対服全なこの中に入れるやつ。いや、頑張れ。私、全部入れてないから。私さ、入ったからもうよくね？見てみて。ダメでーす。もう入ったよ。頑張って入れたよ。ダメでーす。ぶち込めぶち込めぶち込んだらいけ。はい、フィニッシュ。え、結構ダメだよね。はい、もう終わった。私見た目だ。どこ見て、綺麗だよ。ダンサーなくていいかな。ダンサー使おう。オーケー、ナイスナイス。 Thank you thank you thank you for the listing。 収納ケーリングかどうかわかんないんですけど、お面を持ってきます。これいいですよ、本当に。鼻で呼吸ができるんでね、たまに曇るんで、まあいいと思います。はい、はぁ、あ、入れるとこがね、これいいや、天才。で、こちらがスキンケア用品となっております。これが洗顔ですね。ファンケルの飲めませんです。はい、歯磨き粉でーす。飲めませんじゃない。こちら、クリニカを愛用しています。ぶどう味が美味しいんですよ。ディープクリア洗顔パウダーだそうで、いつもあのクリニカがペロリといっちゃうんですよね。あ、うちらこれしか使わないんだよ、逆に。うん、大人の歯磨き粉使えないんですよ。ヒリヒリするからね。このね、化粧水とか乳液とかをね、持ってきまーす。液体物はね、こういう中に入れといた方がいいです。ジップロね。はい。この愛用してた靴ですね、H が消えたんですよ。だから姉になりました。どうも姉です。姉です。どうも、まあです。まあさん。ママが、まあしか買ってこませんでした。そう、姉さんですか？姉です。こちらはしたら、まあね。まあね。まあねさ。まあね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 。まあ。あね。こっちですけど、こっち。まあ、いいね。よだよ。私の名前、まあですもん。外国人の友達になったら、わーい、What's your name? サンタ見たら、おー、Your name is Money? マネー外国で言ったらマニーみたいな。マニーマネーおー、ネスト見てくーだそうです。オッケー、もう綺麗。私は終わりました。これ、どんな見方がわからない。で、まぁ、今回のね、手持ちバッグをね、紹介していこうと思います。今回、スイッチとスマホのみ。やばすぎる。今回は短いし、あと、まぁ、毎回ノートとかも送っても、書かない。こちら本日持ってくバッグとなります。ジェニーのですね、可愛い声プチプチバッグです。私が持ってくるのです。まずぶっ壊れた携帯です。こちら壊れました。次よ。で、次こちら鼻水噛み用と手を拭く用です。まあこんな感じですね。いいじゃないですか。です。まあ私はファッションスーツがいいので、おピン大量。私おしゃれしたいでしょ。こんな感じですね。スイッチは行方不明ということで、はい、熱盛がしたいのに。熱盛のソフトも消えましたよ。カードも消えたよ。あ、多分私のスイッチにぶっ込んでる。カードが消えたよ今。2枚。うん、あとカードケースが消えた。最低。やばいね。最低。まあ大体ダウンロードで最近やってんで、あのスプラトゥーンを入れて私はいっぱいゲームして。マスクっているかな。いらないか。飛行機とかでつけたらいいんじゃない。 OK、 もう行くんだよ。は、行くよ。行こう。ハネちゃん。ハネちゃんです。行こう。ちょっと入れてない。もうスイッチ行くよ。行こう。ちょっと待って、私待って、スイカゲームしてた人。早く待って。嘘だよ。